山口敏太郎日記です。引っ越しで、大変な状態です。今日引っ越しが初日、もういろんな荷物が片付きました。水木ノアさん、関口くん、保坂くん、そして森富舞ちゃんが来てくれました。で、先ほどかみさん買ってきたほっか亭で、あ、ほっかは一回多いな。ほっかほっか亭での弁当を食って、当然私はおかずのみ、米なしで糖質カットダイエットやってますので、サラダ&おかずで食べました。それでまあだいぶこの思い出大きい編集部を今解体し終わったとこです。明日はですね、ちょっと私は締め切りの関係があって来れないんですが、青山君がリーダーで頑張ってくれるので、それにお願いしたいなと思っております。さて、あれですね、まあ感慨深いですね。もうこれで私もこの場所にあまり来なくなると思うとちょっと寂しいところもあります。ですが、まあ今がっちり仕事を固めておりますので、また新しい編集部でもどんどん仕事を取っていって頑張りたいなと思っております。ということで、今日は引っ越しに頑張った山口敏太郎でした。お疲れ様です。